ティンの構造ティンと投稿線図を重ねたところ、ティンとは地理情報システムで利用するための地表面を三角形の集合で表現するデジタルデータ構造である。不正三角形網、不正三角網、不規則三角網とも呼ばれる。ティンは地表面、または海底面の物理的形状を表現し、X、Y、Z の三次元情報を持った点と線が、 重複のない三角形の集まりとして配列されたものである。この三角形の形状はまちまちである。ティンは数値標高モデル、または天群から作成される場合が多い。ドイツマルクに比べて、ティンの長所は変化に富んだ点の配列ができることから、正確な地形を表現する上で重要と思われる場所に点を配置することができることである。 したがって自由な位置に点を配置することができ、規則的に点を配置したドイツマルクに比べて点の数を少なくすることができる。GIS のソフトにもよるが、斜面や地形面などといった地形の三次元的形状を表現するのに適している。ティンは多くの点を三次元上の直線でつないで三角形の頂点になるようにし、三角形の頂点と辺で 構成されたものであり、いわば三角形のモザイクである。三角形の面をレンダリングすると三次元的な形状を視覚化することができる。地形の起伏が小さい場所は点の数を少なくしたり、一方で起伏が大きい場所は多くの点を配置したりする。ティンは泥ね三角形を基本とするが、点の位置の選定がデータの有用性に関わる。地形の変換点、例えば山頂。 斜面の末端、尾根、谷底、窪地、暗部などが配置に適切な場所である。ありがとうございます。